深層学習という単語を最近よく耳にするようになりましたね。これからは深層学習の時代だとか、深層学習エンジニアを積極的に募集してますとか。ただこの深層学習、その内容を完全に理解している人は少ないのではないでしょうか。深層学習という語は深層と学習の2つに分けられるんだけど、まず深層というのは第4層より深い層のことを言う。皆さんの生きている世界は第0層、インターネット上に作られているのが仮想の第1層、インターネットの普遍世界ディープウェブが第2層、深淵世界ダークウェブが第3層、そしてその下にあるのが第4層以降の世界です。そもそもディープウェブ自体が数年前に発見された世界で、ディープウェブ世界の住人と接することで今世界は大きく変化しようとしている。ここ数年、人工知能が世界を変えるみたいな話をよく聞くようになったと思うんだけど、人工知能そのものは60年以上前から存在した。ただそれは第0層世界と第1層世界の人工知能だったんだよね。なのでそこまで能力は高くなくて、人工知能に芸を仕込んでいろいろやるよりも人間が直接プログラムを書いたりする方が断然有用だった。しかし数年前のディープウェブと、そしてダークウェブとの接触により、第0層世界にも全く新しい人工知能がもたらされることになった。これにより第0層世界は大きな発展を遂げた。いや、発展を遂げる途中にいる。ここまで大きく世界を変える力が第2層ディープウェブ世界と第3層ダークウェブ世界には存在したわけです。となると次にこう考えるのは自然なことではないでしょうか。第4層よりもさらに深い世界に到達すれば、より強力な力を得ることができると。第2層および第3層とやり取りをしてきた技術者たちも皆同じように考えるに至った。そして第4層以降の世界にアクセスし、その技術を吸収するプロジェクトが立ち上がる。このプロジェクト名が深層学習なんですね。ただまあどうなんでしょうね、深層世界。層に至ることとその層の技術を使いこなすことはやはり切り分けて考えないといけないわけで、少なくとも第3層までとの接触で獲得した技術を完全に支配可能なものとして確立してからの方がいいんじゃないかと個人的には思うけど、まあこういう意見も聞きつつ、最終的には各々の技術者が判断してくれればいいんじゃないでしょうか。結論としてはそんなところが第5層概念世界所属竜巻懺悔からの提言でした。